昔々あるところにとても平和で幸せな王国がありました。しかしその国には王だけがいませんでした。かつての王は大きな罪を犯し、深い大穴に身を隠したのです。その時、世界中から言葉を奪い去り、二度と戻ってくることはありませんでした。姫は戻らない王を思い、嘆き悲しみ泣き続けました。やがて100年が経つ頃には、涙が姫を包み込み、美しく大きな結晶となりました。そして長い年月が過ぎ、人々が大穴のことを忘れ去ってしまったある時、大穴から7つの光が飛び立ちました。しばらくして大結晶の周りに一人また一人と戦士たちが集まってきました。すると不思議なことに、7人の戦士たちに姫の思いが伝わってきたのです。聞こえますか？聞こえますか？7人の戦士たちよ、どうか私の願いを叶えてください。奇跡の光が呼んだ7人の戦士たちよ。すぐそこにある大穴を見てください。そのどこかに王がいるはずです。あなたたちには王を見つけてきていただきたいのです。どうやら大穴に救う悪意はあなたたちの侵入を拒んでいるようです。私の加護の力を使えば大穴に入ることができるかもしれません。でも一度に加護の力を使えるのは一人だけ。さあ、どなたが大穴に入りますか？Hey!
が持っているその石、そ、やえい、や、えい、た、えい、や、た、えい、や、た、えい、や、えい。強そうな魔物でしたね。あ、あれは私の涙のかけら。思っていたより早く見つかってよかったです。これを使えば他の皆さんと交代したり地上に戻ったりすることができるんですよ。さあ結晶の前で手を掲げてみてください。そうです。そして帰りたいと強く念じてください。こ
ここで他の皆さんと交代できるんですが、今回は戻って見てほしいものがあるので期間を選んでください。いることをうまく伝えるのってなかなか難しいですね。の力もお借りして冒険に必要そうな施設を用意してみました。先ほど拾った武器の記憶が刻まれた石面影があれば火事場で武器を作ることだってできますよ。でも武器を作るには素材も必要になります。まずは工房に行ってみましょう。装備品を作るには木材や石材が必要になるんです。工房では丸太を使って木材を生産することができます。早速木材を作ってみましょう。これで生産開始できました。でも生産はすぐには完了しないのです。その説明をする前に他の施設でも生産を開始してしまいましょう。では次は錬金釜に行ってください。ここでは鉱石を使って石材を生産することができますよ。先ほどの要領で生産を開始してみてください。もう使いこなせてますね。さすがです。これで生産の依頼はバッチリですね。お気づきの通り生産を頼んだものはすぐには完成しません。大穴に行って冒険をしていると生産が進みますよ。さあもう一度大穴に入ってみましょう。
生産が完了していますよ。受け取りに行きましょう。素材が揃いましたね。これで武器が作れるようになったはずです。では火事場に行ってみましょう。ここでは面影を元の姿によみがえらせることができるんですよ。武器だけでなくピアスやリングも作れるんです。今回は最初に拾った武器をよみがえらせてみましょう。やりましたね。このように火事場や調理場では材料さえあればすぐに作成を完了させることができるんです。受け取った武器は倉庫で装備することができますよ。今度は倉庫に行ってみましょう。装備できましたね。いい感じです。こんな風に武器を作っていけばどんどん強くなれるはずです。ちなみに今回は普通に生産しましたけど、スグオワールを使ったりルーンを多めに使うことですぐに生産完了することができるんですよ。ルーンは何をするにも必要になるものなのでたくさん集めておくと良さそうです。他の施設でも役立つアイテムが生産できるので後で見てみてくださいね。ではこのような感じで施設を活用して強くなりつつ大穴の奥まで潜っていきましょう。改めまして